はい、皆さんこんにちは。宅建士無料合格講座の、今回ですね、民法の内容から、行為能力制限者のお話をさせていただきたいと思います。で、この分野はですね、あまりこう深くね、覚えなくてもいい部分ではあるんですけども、非常に専門用語といいますか、法律用語が非常に多いので、それをね、理解するようなね、内容になってくると思います。ではですね、講義の方入らせていただきます。はい、でですね、行為能力制限者なんですけども、読んで字のごとくですね、行為能力に制限をかけられている人ということで、具体的にね、こういった3名、3名というかね、こういった方々がいるんですけど、1つは未成年ですね。ね、この未成年っていうのはね、非常に分かりやすいと思います。成人してないので、判断能力が、ない方、判断能力が成人と比べると劣るような方ですね、そういった方を一応未成年者と呼んだりですね、あとは非後見人、非補佐人、非補助人なんていう方もいたりとかするんですけど、パッとね、この3名を言われてもイメージがつかないと思うんですよ。で、あの3名って言ってもね、人じゃないんですけど、こういった方々のことですね。で、どういったね、人なのかっていうのを詳しくまで覚える必要ないんですけど、要は、成人をしたにもかかわらず、判断能力が、乏しい方で、具体例で言うとね、例えば脳に障害があったりとか、そういった状況があって、自分のね、財産を処分するのにはちょっと能力が低いんじゃないかっていうような方を、こういった風にね、種類分けしてるんですけど、で、一番上がそれが重度っていうことです。なのでね、一応表記上は大って書かさせてもらってるんですけど、なので非後見人の方が一番能力が乏しいと判断されてるわけなんですね。で、逆に言うと、この非補助人の方っていうのは、基本的なことはね、自分で判断してもらっても全然大丈夫ですというようなことなんですけど、ただ、じゃあ今回のような不動産を売買するっていうことになってくると、いろいろ契約したりであったりとか、周りの人にね、迷惑がかかる可能性とかも非常に多いわけなので、そういったことに関しては、行為能力をですね、制限をしている人っていうことで、この非補助人っていう方がいます。なので、順番としては、後見人が一番制限をされている。で、非補助人が一番制限はされてないんだけども、順番としては補助人、補佐人、後見人の順番で、制限されている度合いが高いよっていうね、ここぐらいまで覚えておいていただければ結構だと思います。で、こういった方々にはどういった能力が、どういった能力っていうかね、どういった権利があるかっていうと、基本的に契約をね、解除することができるんですよ。で、それをこういった方ですよっていうのを理由に解除ができるんですね。具体例で言うと、例えば未成年者が成人の人と、土地のね、売買の契約をしたと。で、実際僕未成年者なんで、この契約破棄にします。無効にしますって言ったら、それでもう無効にすることができるんですよ。正確に言うと取り消しなんですけど、その契約の取り消しをすることができるんですね。で、こういった、権利を保護されているような方を、こういったね、名前で呼びますということで、ただしですね、詐術を用いた場合は取り消しができませんということで、これは当然ですよね。例えば相手方に未成年者だったけども、自分は成年者だ、言うたら成人してるっていうふうなことを相手に伝えた場合ですね、それに関しては相手方がね、悪くもないですし、ましてその嘘をついた未成年者が悪いわけなので、なのでその未成年者まで守ってあげる必要はないだろうということで、詐術を用いた場合に関しては取り消しが不可になってます。で、ですね、この契約なんですけど、今後ですね、未成年者が一番イメージつきやすいので、未成年者でお話をしていくんですけど、例えばじゃあ未成年者と契約した場合、どういったことができるかっていうお話なんですけど、仮にですね、皆さんが未成年者と契約をしたとするじゃないですか。で、未成年者っていうことは分かってたと。で、未成年者だからといって、その契約自体がね、問題あるってわけじゃないじゃないですか。なので内容としてはもうすごくね、真っ当な内容で契約をしているというような状況で、で、これだと結局未成年者側がいつでも僕未成年者なんで契約解除しますって言われちゃうと、それだけでもうね、取り消しをされてしまうので、それが怖いと言いますか、そういったことをなくしたいわけなんですね。皆さんからするとせっかく契約するんだったらちゃんと契約を固めたいわけなので、で、そういった時に何ができるかっていうことなんですけど、まずね、保護者にね、催告っていうのができます。で、保護者の方にね、お宅の、
息子さん娘さんがですね、まあ、契約をされているというような状況なんですけども、これ保護者の方認めてくれてますかねっていうね、そういった問い合わせをできるんですよ。で、それをね催告って言うんですけど、その保護者の方が認めてくれれば、要するに追認したっていうんですけどね、これを追認した場合、まあ、うちはもう、まあ、仮に息子としてね、うちはもう息子に任せてるんで、もうそれは息子の好きなように差し上げてくださいって言うと、それで OK です。で、逆に、いや、もうあの子はそんな判断ができないんで、これは取り消しますって言われると、取り消しになります。で、これを言ったことを保護者に聞いて、保護者がもう結局は最終判断を下すことができるんですよ。で、一つですね、まあ例外として、返事をしない場合、まあ、保護者の方がね、なんか来てるやと。手紙でね、まあ、来てるけどもうよくわかんないからいいや置いとこうってっていう風な感じで置いとかれた場合、これは追認したことになります。なので要するに認めたことになるので、なのでそういった場合は未成年者だからという理由でその契約を取り消すことができなくなる。こういったところね、一つ注意して覚えておいてください。で、契約ですね、まあそもそもなんですけども、まあ普通に考えてダメなものは無効ですよっていう、まあ法律用語でね、公序良俗違反なんて言ったりするんですけど、要は1000万円払うからあの人殺してくれとか、そう言って普通に考えてダメでしょ、そういう契約をしたらっていうのは無効です。で、あと、現実可能性ということで、まあもう具体で書いてあるんですけど、まあ家を買いますという契約をしたんですけど、実はその前日に家燃えてましたとか、そうなってくるとその家をそもそも買うようなことってできないでしょっていうことで、そういった契約も無効になります。はい、では次のねチャプターの方を話していきます。はい、でですね、次について意思表示なんですけども、まあ、意思表示ってね結構いろいろ種類がありまして、まあその中でねどういったことがあるかっていうお話をさせていただくんですけど、まず心理留保、まあ、要するに嘘ですね。で、まあ先に答え言っちゃうと、相手方が悪意もしくは善意有価質の場合は無効になりますということで、まあですね、この嘘なんですけど、例えば、私が皆さんに、売るつもりがないのにね、家を売りますって言った場合に、皆さんがいやまあ嘘、要するに冗談ですね、冗談って分かってた悪意の場合ですね、とかもしくは、善意有価質の場合、知らなかったんだけど、まあ知ることができたよねっていうような状況の場合は、その契約は無効になりますよということですね。なので、まあ、逆を言えばなんですけど、仮に嘘や冗談で契約をしたとしても、相手方が善意無価質、要するに僕が嘘冗談を言ってるってことを知らなくて、それによる過失がない場合に関しては契約有効になりますんで、なのでそういったところをね一つ覚えておいてください。で、次、錯誤ですね。まあ、要するに勘違いっていうことなんですけど、法律行為に、重大な部分にね、錯誤があり、それに過失がなければ無効主張できるということで、これなんですけど、例えば、皆さんが持ってる土地を僕が買いたいですって言ってね、で、言ったところなんですけど、実際ですね、皆さん実は土地を2つ持ってまして、で、僕が欲しいって言っていた土地と、皆さんが売りたいっていう土地を間違えてた、まあ、勘違いしてたっていう時ですね。ね、こういった場合なんですけど、まあ、今回の事例のように土地がそもそも違うっていうのは法律の重要な部分に、まあ、勘違いがあるっていうことになるので、それについて僕が過失がなければね、もうそれについて疑う余地がなければ無効主張することができますということですね。なので、まあ、法律の、重要な行為に錯誤があり、かつ過失がなければ無効主張できるっていうところ、一つ覚えておいてください。で、次に通謀虚偽表示ですね。通謀虚偽表示なんですけども、こうやって読むとね、ややこしいんですけど、通謀虚偽表示って、要は僕がね、まあすごい悪い人間なわけなんですよ。わかりやすく言うと。で、僕がすごい分かり、すごい悪い人間で、節税とかね、まあ税金で差し押さえをされちゃうと、土地がね。で、このまんまだと僕が土地を持ってると、これが差し押さえされるのでまずいなっていうことで、僕の友達にね、売ってないんだけど、売ったってことにしといてっていう。で、売ったってことにすれば、僕の持ち物じゃなくなるので差し押さえができないんですよ。で、そういったことを友達と悪巧みをして、その友達がね、のところにまあ不動産の名義が行きましたと。で、その友達が今度、まあ、ね、こんな悪い友達ですから、また同じような、ね、ことを考えるわけですよ。せっかく名義になってたんだったら誰かに売っちゃえということで、名義を移したことを、まあ、理由にそれをまた誰かに売っちゃったと。要するに僕の友達から全く知らない誰かに売られちゃったっていう時に、その結局僕がね、いやこれ通謀虚偽表示なんで無効主張したいって言った時に、前者が一人でもいれば無効主張できないんですよ。どういうことかっていうと、その友達まではいいんですよ。友達まではもちろん知ってるんで、それをすることによって通謀虚偽表示になるので、その友達まではいいんですけど、
その友達から第三者、要するに僕の知らない人間に売った、その相手方が善意であった場合、それに関してはもう僕は守られなくなります。まあね、それは僕が悪いことしてるんで、僕が悪いことしてる、僕をそもそも守る、義務っておかしいですけど、守ってあげる必要がないんですよ。だってそもそもあんたがその税金を差し押さえするっていうね、名目で売ったってことにしなきゃよかったんじゃないって言われちゃうと、それまでなんですよね。で、そういった場合、前任者が1人でもいれば無効主張できないっていうことなんですけど、なので逆に言えば、その第三者ですね、友達が売った第三者が悪意であれば、それは無効主張できるんですよ。ここで通謀虚偽表示してるの知ってた場合。で、これは、何人渡っても一緒です。なので、例えば僕が友達に売って、友達が A に売って、 A が B に売って、 B が C に売って、 C が D に売ってって、もういくら売っていただいてもいいんですけど、この A から D のうち1人でも前者、要するにこの通謀虚偽表示について知らなかった場合に関しては、もうその時点で無効主張できなくなりますんで。なので、通謀虚偽表示を判断する一つの大きな理由は前者がいるかいないかだけです。いれば無効主張できませんし、いなかったら無効主張できます。そこだけ押さえておいてください。で、次ですね、まあ、詐欺っていうことで、詐欺に関しては悪意の第三者にはね、無効主張ができますということなんですけど、まあ、これはね、そのまんまですね。結局、詐欺っていうことは、まあ、した方も悪いけど、される方も悪いよねっていうことなんですよ。なので、基本的には守るっていうことなので、まあ、善意のね、第三者にはね、無効主張ができないんですけど、ここ悪意のね、第三者、要するに詐欺の事実について知ってる人間に関しては無効主張させてもらいます。要するに僕が友達に詐欺をされたと。で、その友達が第三者に売った時に、その第三者が詐欺っていう事実を知ってればね、無効主張できるんですけど、詐欺って知らなかった場合は無効主張できませんということですね。なので、まあ、これは結構責任の割合が半々ですね。騙された自分も悪いし、でも、買った第三者も守ってあげないといけないっていうね、そういったところの判断基準が善意か悪意かっていうことになってます。で、一番最後、脅迫なんですけど、まあ、脅迫はね、取り消し可能です。どんなことがあっても関係ありません。まあ、要するに脅迫に関しては、こっちに全く非がないんですよ。上まで、この脅迫以上っていうのは全部ね、非があるわけなんですね。まあ、冗談を言わなきゃいい話、勘違いしたあなたも悪いでしょっていう話で、まあ、通謀虚偽表示はそのまま悪いですし、詐欺に関しても騙される方が悪いんですけど、脅迫ばかりはもうどうしようもないわけなんですよ。だって僕の意思関係ないんで。で、まあ、要するに、お前の土地売らなかったらお前の家族殺すぞみたいなこと言われてるんで、そういった場合に関しては僕を守ってくれよということで、こういった場合はたとえ第三者が善意であろうが悪意であろうが、無過失でも有過失でも何でも取り消しできますんで、そこを一つ覚えておいてください。ではですね、最後過去問1問解いてみてください。はい、ではですね、まあ、ちょっとだけ説明するとね、まあ、仮想の媒介契約っていうのはね、先ほどお話しした通謀虚偽表示に該当しますので、まあ、絵を描いていただいたらすぐ分かった問題だと思います。ではですね、本日の講義はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。